届ヶ崎灯台は、本州最東端の岩手県宮古市の届ヶ崎に位置する灯台である。届ヶ崎大根照射灯が付属している。の字が、実数第三水準漢字であることから、届ヶ崎灯台と表記されることもある。北海道に向かう船舶にとって、大きな目印になる灯台であり、三陸海岸にある灯台の中でも一際明るい。南から、届ヶ崎灯台を過ぎると、 まもなく、都湾が大きく口を開け、夜になると、湾王に美しい都市の夜景を見ることができる。1957年に発表された映画、喜びも悲しみも、幾歳月は、都戸ヶ崎灯台で7年間を過ごした、東大主の妻である、田中清の手記をもとに制作された、日本の灯台五十千の認定を受けている。東大まで車道は開通しておらず、 姉吉キャンプ場付近から自然歩道を徒歩3 8トル、約1時間10分程度の道のりである。はじめ、標高1 1 0ルまで一気に登り、あとはほぼ平坦な道が灯台まで続く。クマが出没するため対策グッズが必要である。キャンプ場と灯台敷地内にトイレあり。ありがとうございます。